NFL で今活躍されている長尾芳樹選手と Zoom で対談してきました。やっぱサッカーの考え方だったりとか、そのプロになる上でのメンタリティ、大学時代にしていたこととか、いろんな話を聞けたので、皆さんにお届けできたらなと思ってます。率直に昨日対談して思ったことは、結局自分自身なんだなって思いました。自分次第で、自分次第の、心の持ちようだったりとか、自分次第で戦えるかだったりとか、やっぱメンタリティのところが人を動かす上でやっぱ大事なんだなっていうことを改めて思いました。また発信するので見ていただけたら嬉しいです。で、この対談企画っていうのをこれから結構増やしていきたいと思ってるので、何か質問とか、これプロに聞いてみたいっていうことであれば、それを聞きたいと思うので、ぜひコメントをお願いします。グラウンドに着きました。今日は朝8時から1カテゴリー練習があって、その後、9時半からもう2カテゴリーの合同練習です。ちょっと気温も低くて寒暖差が激しいんで、体調だったりとか、あと筋肉系の怪我が増えそうなので、そこに注意して練習を行っていきたいと思います。で、その後に今日は2時から、僕の同級生の OB が所属してる社会人チームとの練習試合もあるので、しっかり勝ちたいと思います。天気もいいのでしっかりサッカー楽しんでいきます。行ってきます。2台分ってわからんな。何なん中古車。中古車ってでも大体20万だよ。だからこの塔が違うからと。10万以上は中古車。いきます。芝川が構えています。さて、システムも違いますし、大分は非常に特徴を持ったチームなんですが、岩松さん、ゲーム序盤の注目ポイントどの辺になるでしょうか。矢関さんっていうのも一つ大分の戦い方の違いに関わってきてますよね。はい、芝川下げました。さあ、これでプレスのスイッチをちょっと中村健吾から入れに、そうですね、田中を、ウィングドに張らせて、その空いたところに野村が降りるというような形は今日一つ、作っていると思います。はい、あんまり打っているという、うまくいかない時ってあるやん。
に対してプレスをかけられた時にもうそのプレ